おはようございます。もう今起きたてのすっぴんなんですけど、まあ、起きたてってめちゃくちゃ肌が汚いので、まずは洗顔をして、その後スキンケアをしていきたいんですけど、私も結構肌トラブルが多い方で、もう寝不足だったり食生活が不規則だったりストレスだったりとか、もう本当に敏感肌すぎて、なんかメイク後とかにも顔になんかね湿疹が出てきちゃったりとかくらい敏感なんですけど、まあ、一番は本当に自分の肌に合ったスキンケアを使うこと、で保湿もちゃんとしてあげること、あとはまあ規則正しい生活をなるべく心がけて、野菜もちゃんととって、で太陽は浴びすぎないけどしっかりと朝浴びるとか、割とこう基本的な生活のことも含めて意識するようにはしてて、もう一時本当にニキビがひどくて、10代の時ニキビがひどいからお母さんも焦っちゃって、私がすっごいニキビ肌になったから、あらゆるニキビラインのものを使ったりとかしてたんですけど、その時の私に教えてあげたいなって思うようなスキンケアに出会ったので、もし今肌の揺らぎとかニキビで悩んでる方はぜひこれを使ってほしいなって思います。今日はじゃん、ファンケルの無添加アクネシリーズを使っていきたいと思います。ではまず洗顔から、洗顔クリームですね。水またはぬるま湯で泡立てるんですけど、まあ、2センチくらいをこうやって手に取って泡立てます。しっかりとこうやって毛穴とかも落していきたいと思います。夏は特に日焼けもそうだし、あと毛穴詰まりとかもあるので、なるべくこすらずに優しく落としていきます。さっぱりだけどしっとりみたいな肌になりました。洗顔もしたので、アクネケアの化粧液から塗っていきたいと思います。こちらです。防腐剤とかも使ってないので、新鮮なものだからこそ家内に使い切ってほしいってことで、このサイズにしてるみたいで、もうその心意気からしてもう本物だなっていうのが分かるんですけど、最初は内側からこうやって引き上げる感じで、あとは全体に優しく手でなじませていきます。今は本当に花粉だったり、紫外線だったり PM2.5 だったりとかですごい肌が揺らぎやすいと思うんですよ。ストレス社会だし、そういう揺らぎとかにもすごく効果がいいので、もう本当にそのニキビに悩んでる方もそうだし、肌が朝起きた時と夜メイク落とした時で全然肌の調子が違うみたいな、肌の揺らぎについてこう悩んでる方とかにもぜひ使ってほしいですね。次はアクネケアエッセンスを塗っていきます。これもね、またもうサイズ感的に信用できるんですけど、これは全体に塗るのではなくて、まあ、すごく肌が荒れやすい場所とかニキビが気になる場所に集中的に塗っていきます。私は結構顎も気になるし、あとはそうだ、鼻の下にもニキビできやすいですね私と、あとはまあほっぺもすごくね荒れやすいので塗っていきます。透明のジェルなので厚みがあるんですけど、それがまたこうねスッと馴染んで効いてる感じがするので、私はなんかこう薄すぎるジェルとかよりもすごく安心します。トラネキサム酸が入ってるのでそれもすごいいいなって思いました。最後にアクネケアジェル乳液を塗ります。私のね周りとかにも多いんですけど、なんかニキビができやすいから乳液は塗らないとか、ベタつかせたくないとかっていう方が多いんですけど、まあ、そういう人ほどちゃんと保湿してあげた方がいいっていうのがあって、なんでかっていうと乾燥が一番肌に良くないので、乾燥させちゃうともちろんニキビもできやすくなるし、まあ、油分が多すぎるのもダメなんですけど、ちゃんとそこのバランスをとってくれる乳液っていうのを塗るのが大事なので、こってりしすぎてない乳液だからこれはすっごく塗りやすいと思います。見た目もなんだろうな、重くなくて触り心地も結構ジェルっぽいというか、そう滑らかな感じなんですよね。これを全体に塗っていきます。
ヒアルロン酸とかも入ってるので、こう肌の張りにもつながるし、まあ、メイクする前だったらこうメイクのりとかにもすごく関わってくるので、しっかりとねこの乳液を塗ってあげてほしいなって思います。潤いを閉じ込めるって意味でも、あのそこを乳液を外しちゃったら前のスキンケアも意味がなくなっちゃうので、自分の肌質に合った乳液をしっかり塗ってほしいなっていうのがあります。メイン使いで化粧液とかも塗って、乳液もちゃんと塗ってる人の方はやっぱ肌がちゃんと潤ってるから肌トラブルも少ないし、うん、揺らぎがあんまりないイメージですね。私もちゃんと塗るようになりました。乳液嫌いの方ってベタつきが嫌みたいな方が多いんですけど、これ全然ベタベタしなくて、こう本当にいい意味でこう水っぽさというかみずみずしさみたいなのがあるので、夏でも本当に塗りやすいし、逆に塗った方が気持ちいいなっていう感じですね。系の質問が来てる。いい加減にしてください。彼氏の嘘つきが止まらないってそういう韓国ドラマありそう。はい、今日紹介したファンキルのアクネケアはですね、そのニキビのお肌だったりとか、あとは油断入れるお肌とかにもすごくいいので、ぜひそれで悩んでいる方は使ってみてください。気になった方はファンキルアクネケアで検索してください。あの直営店舗ではあの実際にこう毛穴のチェックをしてくれたりとか、あとはサンプルがいただけたりとかして、実際に試して商品を選ぶことができるので、それもすごくおすすめです。ぜひ私と一緒に綺麗な肌になって、これからも人生楽しみましょう。ありがとうございました。いいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。